可愛い感じ、めっちゃおしゃれ。川崎フロンターレの新ユニフォームを発表。2024シーズンの川崎フロンターレユニフォームは、ホームタウンである川崎市の市政100周年をセレブレートするオリジナルデザイン。2014年の市政90周年のユニフォームデザインをオマージュし、川崎市の市章を配置したチェック柄を前面に採用。首元と袖口には川崎市のロゴマークで使用されている赤、緑、青の3色のボーダーを配置。ホームタウンである川崎市と共に未来へ前進するクラブの姿勢を表現したデザインとなっています。エンブレムは川崎市の花、ツツジ、チームマスコットのイルカ。チームカラーをあしらい、世界に向けて開かれた活力と魅力ある臨海都市川崎をシンボライズしたマークです。天皇杯優勝を記念したワッペンを有料オプションで左袖部分につけることが可能です。こちらは選手着用ユニフォームにも圧着されております。川崎市政100周年を記念した記念事業プラットフォームカラーフューチャーアクションのロゴマーク。色合いが2017年にリーグ戦初優勝した時の雰囲気に似ていますよね。早速買っちゃいました。フロンターレのユニフォームが昔のライオンズのビジターユニにしか見えない。個人的には首元と腕のカラフルな部分があまりしっくりきていないので、そもそも買うか迷う。グッチっぽいっちゃ可愛くてすごくいい。フロンターレのユニフォームはいつもコンセプトを大事にしすぎた結果、ユニフォームデザインとしてはダサくなる。かっこいい、ダサい、意見はいろいろだろうけど、応援するためだからね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。